こんにちは、ベンジです。グレゴリーホラーショーの続きやっていきます。早速、誰か出た、ジェームス言い訳、ママにね。あの部屋、魂が、お前、魂が保管されてた場所だね。食堂にいるのは地獄のシェフか。地獄の、その前にハーブ。お、レッドハーブだって。ランダムで色違うのかな、あれ。よいだー、まさかテレビフィッシュか。もうすぐ正午だ。お、地下に買いに行きたいが仕事が。何、ちょっと待てよ。正午に地下2階に行けばテレビフィッシュを食べれるのか。お、待ってよ。あ、階段、やっぱ地下への階段だね、これ。あー、そうだ、マップがないんで。マップなしで歩くの怖っ。あ、目薬。あ、マップ、あれがどっちだろうね。テレビフィッシュかルーレット小僧だね。あー、地下暗いから暗闇になるのか。ん、合ってる。あ、こっちじゃないな。なんかこっちか、あ、こっちだね。魂を取るまでは逃げる人と、魂を取らなくてもホラーショー。いや、めっちゃ歩くじゃん、あいつ。ちょっとここ入る前にあっち追っかけとくか。え、足速っ。ピョッてなってる。うわ、あ、何かな。ルーレット小僧だ。うわ、かわいい。僕の名前知ってる知ってる知ってる。あれあれ、ダメか、これ。バレてる？バレてない。何かな？うわ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 。あ、逃げる逃げるか、こいつ。僕の名前を知ってるかい？知ってるよ。何この部屋、めっちゃハーブとキノコあんじゃん。ただ今アイテムがいっぱいあるから今取んないでおこう。はい、覚えてて。1番の部屋はハーブがいっぱい。プレゼント、空き缶。お、期限切れチーズが入ってた。ネズミに食わせるやつだね。
天然水か。栄養ドリンク、なんかの状態異常直すやつかな。わあ、なんかいっぱいあるな。ハンドアイテム、電池切れリモコン。絶対テレビフィッシュじゃん。電波を飛ばしてテレビを操作。ほら、テレビでしょ。危険な電波も飛ばせそう。危険な電波、メンヘラみたいなことかな。チョコレート、あ、チョコレート、あ、ネズミ小僧好きなやつじゃん。なんかすげえ本当にいっぱいものある。ちょっとお土産にチョコレート持ってってやる。期限切れチーズよりチョコレートの方が喜びそうだよね。あいついいやつだから。うわ、ルーレット小僧。あ、こっち側は番号振ってない。あ、人生ゲームの駒。これはルーレット小僧の部屋か。あ、ちょっと入ってみるか。なるほどね、こうなるんだ。シザーサラ、シザーだよ、シザー、ハサミ。シーザーじゃない。なんかいっぱいアイテムあるね。シザーサラダ気になる。シザー、新鮮な季節の野菜とハサミをミックス、食べるのは危険を伴う。これもネズミゾンビに壊せるか。あ、ヘブンオアヘル、鍵をかけられた。ここ誰の部屋？ここがルーレット小僧の部屋かな。違うね、まだ出てないこの人たちの部屋か。なんか地下室に部屋あるってなんかかわいそうだな。しかも牢獄だよ。じゃああっち側行ってみるか。一回アイテム置いていきたいけど、まあいいや、このまま行こう。あれ、ここか。これだっけ、これだね。あれ、ここなんだ。え、重そうな鉄の扉が入り口を塞いでいる。バールのようなものが。あ、ちょっと待って、今正午だよ。正午、正午過ぎてる。正午に地下に行くとなんとかってさっきシェフが言ってたよ。こっちまでなんかあんの？お、入れる。ここは？カジノ？タクシー1って書いてある。鍵がかかってる。ほほー、いいもん作ってんじゃん。あ、なんかスイッチがある。押せない。こっちは？なんだ、金庫？
とは、あ、看板あるじゃん、ルーレット。こっちに階段が、あった、あ、上りか。あれ地下3階までなかったっけ。でここなんだ。ああ、感激してあったわけだった。なんかすごいキャスリン、キャスリン、何ハート飛ばしてんの、泣いてる。気のせいか。あら、どうなってくるの。あ、リモコン、お、リモコン持ってるよ俺。どこに行ったのかしら。ああ。取ったよ。ただ電池切れなんだよね。電池がどっかにあるの。あ、ほら装備できないもん。このリモコン使えるのかな。壊れてるのかな。いや電池がないよ。電池、電池。どっかいろいろ漁ってれば出てくるかな。ルーレットこそ、ちょっと待って。あ、寝てんのか。とりあえず話を聞いてみる。寝言で。ああ、リモコンの話してる。はあ。疲れちゃった。ないですよ。いや、リモコンは持ってんだよ。電池のありかを教えてくれ。あれは地下に片付けた。知ってる知ってる。電池、まずアイテム置いてこよう。いや、ほんとこの手かわいい。パタ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 。こんな走り方する女いたらぶっ飛ばすけどね。お、ゾンビ。なんか情報ないか。あ、腹減ってんのかな。お腹空いたにゃ。頭食べたいにゃ。時々お昼前にテレビフィッシュがいるって噂にゃ。地下の2階にゃ。昼前か。グレゴリーはまだ君のことに気づいてないんだ。だけど何かおかしいとは感づいてるはずにゃ。気をつけるにゃ、ヤスには気をつけるにゃ。いや、わかる。あいつうさんくせえもん。プレートしまっとこう。シザー、ハーブ、目薬。グリーンハーブも地下にいっぱいあったから。とりあえず何も持たなくていい。一回寝よう。結構寝た。だいぶよく寝た。うん、おお、なんかみんな動いてんな。あ、ルーレット小僧、ルーレット部屋にいる。あ、ちょっと待って、地下2階？あ、地下。そういえば行ってなかった。中庭か、でも中庭今危険地帯だな。じゃあね、ルーレット小僧の方から行くか。お、わあ、びっくりした。びっくりした。まだ敵じゃないね。シェフ、敵に回したくねえな、あいつ怖い。あ、ちょっと待って、ショップに電池、電池売ってたよ。売ってた売ってた売ってた。ソールドアウトだった。いらっしゃ。ほら。ほら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 。充電式ではございません。電池切れもあり得る。人形はロストドールに襲われた時に助かるのかな？バナナはキャサリン。オッケー、電池分かった。
狙いはテレビフィッシュにしよう。天然水、グリーンハーブ、空き缶、5個だったよね。グリーンハーブ、いや空き缶取りに来ていいけどな。天然水か。誰か来た？誰か来た？シェフ。フィッシュを射止めるんだな。ただなんか充電式じゃないとかなんとか言ってたから、あんまりむやみに使わないでおこう。あ、密集してる。待ってよ、今ルーレット小僧があの部屋にいるってことはいけんのか。レッドをやらしてくれ。まだ遊んであげないよとかって言われてる。あ、入れない。え回してミイラ坊やと遊んでる。景品は僕がもらうぞ。あ、楽しそう。おう、おう、誘って誘って遊んでぺったんこにしてあげよう。いや、ダメ、一緒には遊べないよ。なんで？じゃあやることがあるの？どうなんだ、よくわかんないや。ペンジは戦っているんだよ。そう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 、グレゴリー。グレゴリーなんか強そう。でも負けそうだね。おうおうおう、言ってくれるじゃん。ヒントがないよ。あ、ここに落ちてるのブロマイドじゃない？あのグレゴリーショップで売ってた。そうだよね。あとこれ何？金色のかわいいだっこちゃん。なんかこの部屋楽しいね。うわー、またすいません、ちょっと映像が乱れました。あ、ガチャガチャだったのか、これ。カード出すか。懐かしいな、カード出す。今でもあんのか。1枚20円ね。あ、地下2階に行こうと思ってたな。でも今の時間、あ、こっちじゃない。今の時間行ってもテレビフィッシュはいないんだろうな。正午前とかって言ってたよね。とりあえず行くだけ行ってみようか。こっちか。うん、アイテムいっぱいあるんだよな、ここ。栄養ドリンクは？あ、メンタルゲージ回復効果大。なるほど。レッドハーブティー、レッドハーブティー特大。すげえ、これが最高峰か。アップルジュース、
ップルジュースなんだっけ。あ、初めてか。すっきりとした甘さが印象的な爽やか系飲料。ほんといろいろある。次の部屋は？コンコン。あ、何もない。3と2は取り尽くした。1はいっぱいある。とりあえずハーブを2個くらい取る。あ、キノコ。地下2階にも何かあるかもしれないから、こんくらいにしとく。いや、ほんと迷うな、ここ。地図見ながらなんか、うわ、怖え、なんか。あ、マップはない。あ、ここにもハブ。何これ。水路。排水溝っぽい。うん。あ、絆創膏とかかな。スピードプラス。ああ。分かったぞ。追いかけっこすんだな、ここで。なるほど。テレビフィッシュを追って。で、ここで追いかけっこして、本だ。あ、マップ、マップだ。うわー、迷路。今左下から来たのか。なるほど。で、この向きだからこっちに階段が。え、下に降りる階段じゃん。え、地下3階ね。まず地下3階ちょっと見て。ああ、こんな地下まであんのかい、グレゴリーハウス。あ、プレゼントボックス。バナナ。こんなところにバナナ。あー、なんかいろいろあるな。取れない。え、取れた。あ、そうそう、やばい。ムースリー、ビタミン B6。 イエローハーブ。あ、え、減ってないけど。イエローハブ。ああ、減った。2個並んでたのか。こっちもハブ。なんだここ。あ、マップか。違う。あ、グリーンハブない。展開。バナナ食えよ。あー、なにこれ。引いちゃう。ガチョン。いいの？グレゴリーハウス変身したりする。変形合体。お、ここ開いた？あ、マップないよな、まだ。今どこの位置かわかんない。プレゼントボックス。バナナ。お、今度こそマップだろう。マップ。うわ、待てよ。さっきここの隣だから。全然わかんねえな。
で、これ何落ちてんの。ここはダストシュートみたいな。いや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 、え入りたくなっちゃうけどさ、怖いよ。あ、なんだサイコロ、ルーレット、あれなんでこんなところに、え、は、ん、あ、なんかさっきと違う、3って書いてある、さっきの1だった、同じようだけどちょっと違う、おお同じような感じ、賭場を2つ持ってるのやつ、でさっきのが1って書いてて、これ3だからもう1つあんのかな、スーファミのドラクエ3のスゴロク場も何箇所かあったけど、これと同じってことでいい、ね、よし、じゃあ入るか、あとぴょん、死なねえよな、さすがに、はい、一回ですよ、ここ、1階で落ちて1階に来たよ、はいはい、先生の寄り付く、やべ、誰か来た、グレゴリー、え、グレゴリー何してんの、怖えんだよ、これ、あ、グレゴリーに見つかった、何をしていらっしゃるのでございますか、ちょっと覗きよう、ダメなの、覗いてたら怒られん、あ、早っ、ハーブ生えんの、地獄のシェフはスカイフィッシュを食べたいんだな、うわっ、やべ、おお見失ってる、でも今こっち来てたよな、これ見つかんねえか、いや怖い、お前いや、しかも何やってんの状態だから覗けないよ、こっち来んなよ、あーよかった、ミイラ父ちゃんはもう敵だろ、魂取ったもん無理やり、いやほんと敵が増えてきて怖えな、もう一回、しまって、はい、クリーンハーブ1個くらい持っとくか、もう一回寝ます、
このダイスは投げれないんだ。このダイス持ってれば遊んでくれない小僧。中庭から行くよりもこっちから行った方が近いな。お、なんか二人いる。ああ、はいはい。遊んで遊んで。入れたことを遊んで。あ、中にいるから気づかねえか。ああ、一人で遊んでる。ついにママがグレゴリーを呼び出した。ダメダメ、ルーレットの数字が安定してる。予知能力者？でも気になるのはママを怒らせたグレゴリーよりも。ベンジの運命だね。こっちは。こっちはまるっきり先が見えないよ。わからないものはわからない。楽しみだね。なるほど。ちょっと呼ぶか。誰？お、来た。来るじゃん。おいどん。サイコロ持ってるでごわす。来た来たよ。あ、ほら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 。キャンコキャンコ。ねえ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 、いいもの持ってるね。いや、なんだ、近くで見ると可愛くねえなこいつ。回して。僕のサイコロなんだ。お、来た。はい、聞きます。回して。ルーレットを回して相手より先にゴールへ行けば、バイバーイ。相手がゴールしたり MG って何だ。プレゼントだよ。アイテムポールをくぐるとここだけで使えるアイテムをプレゼント。やったね。白いマス目に止まっても運が良ければアイテムを。アイテムはルーレットを回す前に使ってね。何個まで持てる。なるほど。回して。早く回す。はい、早く回して。だいたい押したとこの近くで止まるな。どうで？あ、負けた。グレゴリーのおやっさんを倒せばいいんだな。早く回して。ほれ、6コマ進んで、6コマ進んで。プレゼントだよ。え、すごい落ちてきそう。早く回して。ああ、グリーンハーブ最初から持った。早く回して。あれ、全然違った。6コマ進んで、6コマ進んで。押したとこよりちょっと前か。がなかったみたいだよ。いや、あんまちょっとルールわかんねえな。早く回して。ほれ、もうまた6。6コマ進んで、6コマ進んで。プレゼントだよ。あ、飛ばしちゃった。ダブルアップ。プレゼントだよ。あ、このゲートを先にくぐった方がアイテムもらえるの？爆発した。早く回して。ね、
2、上の2くらいのとこで押せば8いけんで。1コマ進んで、1コマ進んで。プレゼントだよ。アイテム、あ、こっちももらえんの。スティーブ、なるほど。セーフでございます。もう回復、人のアイテムを取れるんだな。何ギャンブルは。あ、ダブルアップ使った。あ、そういうことか。急行カード、サイコロの面、サイコロが2つになる。というか今2倍進める。8コマ進んで、8コマ進んで。プレゼントだよ。あ、またダブルアップ、いいな。やべ、それなりのおか。あ、これ貧乏神か。貧乏神、うおー、やられた。うっそー、なんかグレゴリーに負けんのはすごいムカつくな。絶対勝つ。いや、ダブルアップ厳しい。さあどうで。いやー、いい目出すね。10コマ進んで10コマ。プレゼント、もうゴールしちゃうじゃん。あと5マス。プレゼントだよ。リバース、え、リバースのダブルアップ。うん、待って、グレゴリー MG がほとんどないけど、あ、でもハーブ持ってるからな。あ、違う違う、スティー、おやめください。これ取っとこう。お客様、早く回して。よ、いいね。プレゼントだよ。アイテム、リバース、リバースなんだろうね。危ない。いやー、煽ってくるのがムカつくよこいつ。あ、ハーブ使った。うわ、すげえ回復する。早く回して。ほら、負けだよ。進んで、3コマ進んで。待ってよ、まだ21なんだよ。プレゼントだよ。こいつは勝てねえぜ。リバース、お、やっぱそういうことか。リバース使います。おやめください、お客様。早く回して。よっ、イエイ。8コマ進んで、8コマ進んで。1のとこで押せばいいんだ。プレゼントだよ。ダブルダウン、いいね。プレゼントだよ。いいね、低い。ちょっとゴム踏んで死なないで。グリーンハーブ、おお、大丈夫だ。貧乏感移した。よし、逆行け。お前は逆だ。8、8、8、8、8。いや、1。バイバーイ。うめえ、グレゴリー、うめえ。いやー、ハーブ使いたいけど、ダブルダウン使っとこう。おやめください、お客様。早く回して。よっ、うますぎ。8コマ進んで、8コマ進んで。プレゼントだよ。
やっぱりスゴロクだからちょうどじゃないと上がれないかな。ダブルダウン。リバースの方がいい。うわ、やべ、死んだ。死んだ。頑張ったんだけどな。回復した方が良かったか。やったね。キャッホキャッホ。早く回して。じゃあもう一回やるんで、途中まで多分飛ばします。面白いとこなかったら。あ？一旦あ。え？リターンのマスじゃなかった今。戻るのか。早く回して。ほれ。今回調子悪いじゃんグレゴリー。一コマ進んで、一コマ進んで。リターン。リターン。バイバーイ。え？リターンってそういうこと？俺の踏んでるマスちょっと見て、リターンとか言って確率か、確率で戻るのか分かんねえけど、まあいいや。あ、ちょっと待って、ダブルアップであと何個、11か、割り切れない。ほんなら 1,2,3,4,5,6,7 出せばいいか。よっ、6だったかも。あー、6だ。6コマ進んで、6コマ進んで。はい、プレゼントだよ。出た。あ、うわ、間違えた。イベント、あ、違う、アイテム。お、アイテムドラム発動。あー、グリーンハーブいらん。よし、勝った。間違いなく勝った。いや、わかんねえよまだ。やめよう。勝負は勝ったと思った。あそこにリターンのマスあるからね。ちょっと一回グリーンハーブ使って。1、2、3、何これ、10トンって書いてる。5出せばいいんだろ。回して。よ、うますぎるね。5コマ進んで、5コマ進んで。俺の勝ちだ。プレゼントだよ。もういらないプレゼント、勝ったから。ダブルアップ、はい、ゴー。結局多分編集で飛ばしてないと思います。いや、グレゴリーそんなとこにいねえから、ね、スタート地点だから。お、魂くれた。今度から地下のルーレット場に来ればいつでもルーレットをさせてあげるよ。え、もうやりたくないんですけど。でも準備をするからもう少し待っててね。ルーレットに勝ったらいろんな景品がもらえるから頑張ってね。おー、なるほど。プレゼントだよ。あ、くれるんだ。なんかいいやつ、ね。また回してね。今だったらまた遊んでね。はーい。おお。いやー、取ったね。うん。オッケー。これ持っとくかな。精神力上げるために。よし。じゃあ今日は。ここで終わろうかな。まあ、魂はまだ預けないってことで。次は、まあ、分かってるのはテレビフィッシュか。テレビフィッシュ戦になると思います。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。